さあ、Q&A コーナー、本日もやってまいりました。このコーナーはですね、皆さんがですね、謎に思ったバイクのことを質問していただければですね、それを私が適当に答えますんで、いやいや、本当はこうなんだよっていうことを分かってらっしゃる詳しい方がいたらですね、プラスアルファでコメントしてくれるというですね、素晴らしいコーナーになっております。ということで、Q&A、ハイスピードで質問の量をこなしてやるぜでございます。はい。早速、バイクの取り回しについて質問させてください。現在、初の大型であるトレーサー 9GT に乗っておりますが、駐車場がそんなに広くないので何度か切り返す必要があります。なので私はバイクを若干傾けシートを腰あたりで支えながらちょこちょこちょこと押し引きして切り返しています。ところが点検などでお店に持っていった時、整備士さんがハンドルとグラバーあたりを持ってスルスルと押し引きしながら整備場まで持っていきました。私も一度やってみようとしましたが倒しそうなので怖いのでやめておきました。整備士さんのように取り回すコツのようなものは何かあるのでしょうか。これバイク&ドローンさんが回答してくれてますね。単純に慣れだと思います。バイクで横に立った時にバイクがまっすぐ垂直に立って入れるかどうかは感覚的に判断しなければなりません。最初は怖いので少しだけ手前に倒した状態から始め、少しずつ向こう側に倒すようにして慣れていきます。垂直と思っても結構向こう側に傾いているということがあるので、いきなりやると怖いですよね。できてますね。はい。これなんですけど、まあ本当おっしゃる通り単純に慣れなんですよ。でよく教習所とかで教官がバイクは慣れだよとか、バランスなんだよ、力じゃないんだよっていう意見を聞くと思うんですよ。それは間違えてないんですよ。バイクはバランスだし慣れなんですよ。でも言い方を変えるとですね、慣れるまでに実は力が必要だったりするんですよね、ある程度。だから力技でごまかしながら練習し続けて、ある日慣れに達するっていう表現が一番ぴったりなので、やっぱりある程度オートバイを操作するには慣れるまでほど力が必要で、そこは避けては通れないので、実はそういうのもあるんですよね。だからうわやべえ倒しそうっていう時にマジで気合で頑張るっていうのもですね、ある程度経験するといろいろできるようになってくるんですけど、実際ねハンドルとグラバーあたりを持ってバックで多分押してたりとかするのを見てるんだと思うんですけど、これスルスルって押していくってやつね、全身だと多分ハンドル持ってると思うんで、これバックで押してるんだと思うんですけど、これね要は慣れてくるじゃないですか。でバランスの取り方も分かるようになってくると、一番軽い状態で押したくなるんですよね。でバイクって真垂直が一番軽いんですよ、押し引きするにも。例えばどっちかに傾いてると、それが自分側であったとしても、自分側にあったら倒れてくるのは自分側だから自分が支えやすい、なぜなら体を入れれるからっていうように教習所なんかでは多分習うと思うんですけど、要はその自分側に傾いてるってことはそれを支える力が必要になるんですね。だから押し引きの時に自分側に倒れてくるのを支えながら押し引きするっていうのは疲れちゃうんですよ。だから慣れると真垂直で押すんですよ、彼らは。彼らってか私もそうなんですけど、ただある程度ね、なんていうんですかね、これ技があって車種車種で違うんですよね、結構。だから難しいですよ。例えばトレーサー 9GT は押しづらいバイクなんですよ。で重心が高いから結構ね、特にガソリンがいっぱい入ってると押しづらかったりするんですね。でハンドル切れ角も浅いから結構切り返しも大変だったりすると思うんですけど、例えばそのハンドルストッパーを上手に使うとかっていうのがあったりとか、まあサイドスタンドを上手に使うっていうのがあったりとか、例えばサイドスタンドでこうバイクぐるぐるぐるって回してるの見たことあるかもしれないですけど、あれも本当にバイク押し慣れてる、それこそ業界の人ならある意味わかると思うんですけど、例えばできるようになり始めの子たちが張り切ってやるようなサイドスタンドを軸にしてバイクを回すような行為っていうのは、サイドスタンドに負担かかるよとかって批判来るのもわかるんですけど、本当にそのバランスとかが全部わかった時、押し慣れた車両だったりとかバランスが分かった時って、例えばサイドスタンドで回したとしてもサイドスタンドに負担なんてかけないんですよね。ただそれって分かんないんですよ、慣れた人しか、その超えた領域に行った人しか分かんないですよ。だからバイクを押すのって奥が深くて、それには慣れるしかないんですけど、で彼らがやってるのって極地のところなんですよ。もう毎日それをやり続けて、朝バイクを出して夜バイクをしまって坂道を押して散々やり回ってそこに達してるんで、そこまで達するっていうのはなかなか難しいんで、まあ真似をするっていうのはなかなか何回か倒す度胸が必要になってきちゃうんで、まあ彼らがやってることは見ないようにした方がいいかもしれないですけどっていう感じです。特に今愛車がトレーサー9だったらね、ちょっと難しいバイクだから押すのがと思います。バイク屋さん在庫の中古バイクの走行距離はせいぜい3万キロぐらいが見かける上限のように思います。それ以上のバイクはどこに消えるのでしょうか。藤谷 G が回答してくれてます。海外バラシメルカリヤフオクかとって書いてありますね。はい。グッドナイトジョーさんがドリルとかでメーターを戻しているから、戻すというか正常な向きに進めると10万キロで0キロになるので、さらに進めて適当なところで止めるですねってきてますね。はい。一つは今はね、メーターはね、多分巻きはもうないっすよ。で、なんでかっていうと、例えばそれなりに価値がある車検車とかって車検所にもう距離入っちゃうんで、
結局いくら巻いたってごまかせないっていうのがあるんですよ。あと今バイク屋さんがメーター巻いた時のダメージの大きさがめちゃくちゃすごいんですよ。めちゃくちゃすごい。そうなんですよ、いろいろあるんですよ今そういうのが。なので多分そんな1台2台メーター巻いて少し売りやすくなったぐらいで、やる利幅とのそのリスクとのもうバランスが違いすぎるんですよね。バランスが違いすぎるんでなかなかないと思います。でもうゼロじゃないかもしれませんけどね、ほぼないと思いますよ。はい、多分海外に出てるっていうのが一番大きいかなと思いますけど、やっぱり日本の人たちが考える3万キロと海外の人たちが見る3万キロって全然違うんですよ。日本の人たちって3万キロも走ってるって思うんですけど、海外の人たちってまあもちろん国にもよりますけど3万キロしか走ってないって思うんですよね。なので、まあ、そういったところでですね、まあ、海外に流出していく、国内に売るよりちょっと古くなったバイクって国内に売るより海外に売った方が高く売れるんですよ。そしたらいちいち日本国内の人たちを黙らせるために一生懸命リスクを犯してメーター巻いて、で日本の人たちに安く売るよりも海外にそのまま何も考えずにポーンってコンテナごと輸出して、キロいくらの方が儲かっちゃったりするんですよね。なので日本から中古車がバンバン消えていくのはですね、そういったことが残念ながら起きてるというのがまああるので、昔のバイク見ないよねは、だって皆さんツーサイクルのスクーターのもうほとんど見ないでしょ。ジョグとかディオとかあんなに走ってたのに全部どこ行ったんですかね。あれ直せばいくらでも直るようなバイクじゃないですか。でも今もう日本国内流通ほぼないっすよね。それはみんなですね海外に行っちゃったんですよね。一時期ああいうガラクタが4万とかで売れたんですよね。もうキックだけ売れれば4万みたいな。そうするとそれは海外に行きますよね。はい、ということでですね、なっちゃうっていうのと、当然日本の人たちってうるさいんですよ。しかも今お金持ってないんですよ昔と違って。昔はお金持っててうるさかったんですけどね。だから例えば5万キロ走った中古車をですね買って安くね、そして1ヶ月で壊れたぞって文句言われるのと、もっと高く売れるよくわからない外国の人が来てこれ全部こっからここまで全部持っていくからいくらでどうだって言って渡すので、そっちの方が儲かったらそっち行っちゃうでしょっていうのがですね残念ながら今の現状なのかなと。なので、安い中古車はありませんかっていうのがですねなくなっちゃったのはそういう理由ではあります。はい、バイクにドラレコをつけたのですが、車みたいにドラレコ録画中のステッカーを貼ったのですが、信号待ちの時に後ろについた若者カップルに笑われてしまいました。クソダサいのはうすうす分かっていましたが、リターンライダーのおじさんは車に煽られるのが怖くて貼っています。外した方がいいのか笑われながら乗った方がいいのか、多分ステッカーを見て笑ったのではないと思います。今のご時世4輪も2輪もドラレコは必須です。そしてステッカーなどのアピールも必要だと思います、っていうふうにバイク&ドローンさんが回答してくれてますね。はい、森のクマさん、一見ついてなさそうなバイクについてるぞアピールすることに意味がありますから、私は貼ってていいと思います。もしかしたら車のお二人はバイクにドラレコがついてることをご存知なかったのかもしれませんね。であるならばこのバイクステッカーだけだよなと誤認されて割れたということになっていたのだと思います。バイクに乗らない人はバイクの装備なんて知りもしないでしょうから、私は四輪を持っていませんので車の装備は全然知りません。前走車に近づいたら、自動で減速してくれたらいいのになと思っています。ワームーンさん、気づいてもらえたら大勝利なんですよ、って様々来てますね。はい、どうですか七飯さん、これはどんな、ほらいろんなステッカーあるじゃないですか。はいはいはい、トツカちゃんがこういうこんなんとかね、うん、どんなステッカー来てるんだろうなっていうシンプルなやつですかね。単にドライブレコーダー録画中とかだったら、うん、笑われますかね。笑われないと思うんだけど、うん、面白くないな。だって貼ってるのいっぱいいるしね、うんうん、わざわざ見つけて笑うほど、いやいやこれなんですよ、うん、貼ってたのはって送っていただいて、そりゃ痛いですねすごいの貼ってたのかもしれないですね、もしかしたらね、ケツプリンって向いてケツにこう書いてあるようなねステッカー見てたったら笑われるかもしれないですけど、ただまあまともな回答が揃っちゃってるじゃないですか、3人も回答くれてるから。しかもごもっともな感じになってるんで、私の立ち位置としては今回は大喜利ということでよろしい、ね、まず本当にそのステッカーを笑ってたっていうのって、後ろについた若者カップルに笑われてしまいましたって声が聞こえたってことですかね。ドラレコ録画中って書いてあるよあいつってことですか。何か違うものを笑っていた可能性ありませんか、逆にねえ思っちゃいますね、っていう可能性もあるんですけど、まあリターンライダーのおじさんには車に煽られるのが怖くて貼っていますって書いてありますけど、まあ多分そのステッカーを割られたのじゃないかもしれないって思うのと、あとまあ奈良くんとも常々思うんですけど、同じようなお話でね、もうおじさんになったら笑われることになれた方が早い気しますけどねなんかまともな人、まあおじさんなのに素敵っていう人ってもうかなりいないですよね。あのおっさん鼻くそって歩いてるよわははっていうのに慣れた方がですね、まあいいんではないかと
いうふうに逆説的に思ってしまったんですけど、なんか若い人なんかジーパン履かないって話がさっきありましたよね。ジーパン履かないんですって。もうジーパン、もしかしたらジーパン履いてるよあの人って笑ってたのなわけないけどね、はい、若い人ジーパンなんかないらしいですよ、はい、おじさんででもほらジーパン履いとけばいいじゃんって思ってるでしょきっと、とか無地の T シャツ着とけばいいじゃん、でも若い人から見るとあれ肌着らしいですよ、あの人肌着で歩いてるよってなるらしくて、なのでまあそんなわけでですね、いろ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 あると思うんですけど、若者の目を気にするのはもう諦めましょうが私の回答です。ヤマハのボルト2021年式を3月末に注文していますが、まだ納車の連絡が来ません。 YSP さんにも入りませんかということで、これ5ヶ月前の質問ということですね。すいません本当に在庫がございます現在、はい、必要な方は言ってください、はい、ただ1台しかないかなもうね、はい、いつも拝聴しています。クーレー V ツインに一定のファンの方がいます。ファンはクーレー V ツインのどんな点に魅了されているのでしょうか、冷却方式とシリンダー配列が乗り味にどう影響するのか教えてくださいできてますね、はい、ダメだぞーさんがですね、 V ツインはシリンダーのバンク角によって音や乗り味が違うので、どのバンク角を想定しているのか教えてください。空冷の部分は水冷に比べてエンジン音が響きやすいです。冷却用の細かいフィンが共振して音を、増強させますし、ウォータージャケットの冷却水が振動を吸収することもないのでより響きやすいです。あとは見た目ですかね、空冷フィンの見た目が好きって人も多いですって来てますね。もうまんまこれかなとは思ったんですけど、単にかっこいいバイクを選んだらクーレー V ツインだったっていうケースの方が多いように見えますけどね。もちろんそのうんちく止めてこれがあれがっていう人もいるんでしょうけど、なんとなくドラッグスター400がかっこいいって言ってクーレー V ツインなんですよこれだからってお店から言われて、あそうなんですかって言って、よくわかんないけどドラスターがいいんだみたいな、なんかそんな感じで決まってるような気が個人的にはします、はい、肌感としては、はい、なのでバイクはかっこいいから選んだらそれだったっていうのがあるのかなと思うのと、まあ、音の問題はまあ水冷空冷でさっきみたいな話があるんですけど、ダメだぞーさんが言ってくれたようなね、例えばラジエーターがないんですよ。でラジエーターってクルーザーのバイクに限定するとダサいパーツなんですよ。クルーザーのバイクって出てるとこ出っ張ってて引っ込んでるとこ引っ込んでるのがかっこいいんですよ。だけどラジエーターという名の弁当箱がデカデカとついてしまうとやっぱりね興ざめするんですよね。なんとなくやぼったいバイクだなと思って見ると、その原因はラジエーターだったりするみたいなね。あの逆にあの R1 みたいなバイクはもうラウンド型の巨大なラジエーターがまるでダムのように、もうなんていうんですかね、水がきっと向こうでせき止まってんだろうなっていうイメージさせるぐらいのラジエーターがたくさんついてると、上側にはラジエーターがついてもう全面を覆ってて、下側にはあれがついててオイルクーラーがついてて、もうなんかすげえわーってなってると喜ばれるんですけど、クルーザーに関しては嫌がられるんですねラジエーターってね、というところですね、なんじゃないかなと思いますよ、はい。この度トライアンフボンネビル、T100 を購入します。乗ってから加速感や巡航時の回転数、燃費によってはスプロ系変更をワイド寄りにしてもらおうと思っていますが、お店の方に聞いたところ、もしかしたら車検が通らなくなるかもと言われ悩んでいます。車検付きバイクでスプロ系変更って選択肢はメジャーではないのでしょうか、もしくは皆さん車検前にスプロ系戻しているのでしょうか。ちなみに今のバイクは VTR250 でフロントスプロ系を1丁ワイド寄りに変更し、気に入ってるのでできれば変更したいと思っています、ということですね。これダメだぞーさんがまた回答くれてて、大体のバイクはスピードセンサーがホイールについてホイールの回転数で速度を測っています。なのでスプロ系を変更しても誤差は出ません。もしかするとボンネビルはミッション側の回転数で車速を測ってるのかもしれません。その場合は大きくワイド側に変えると実際の速度が表示される速度を超えてしまう恐れがあります。スピードメーターの表示より実際の速度が 10% 以上速いと車検に通らなくなりますので、おっしゃる通り車検のたびに純正サイズに戻すか 10% を超えない範囲を探りつつ、調数を選ぶかですね、ということですね、はい。これ何 cc でしたっけ、 T100 900cc ぐらいだったな。うん、今 VTR ですよね、多分バイクのパワーからして別にいらないと思いますよ、まあ、乗ってみてどうしても欲しければっていう話になるとは思うんですけど、多分いらないんじゃないですかね。要は排気量がちっちゃいから気になるんですよ、そういうのって。結構少なくとも知ってる限りではほとんどいらっしゃらないですよね。で特にもっといないのはそのスプロ系いじってどうこうっていうのじゃなくて、車検のたびに戻すとかっていう、作業自体を受けることがもうないですね、お客さんのそのマインド的に。もちろんお店によってはいらっしゃるのかもしれませんけど、うちにはもう全然いなくて、まあもちろんその車検のために戻さなきゃいけないようなカスタム自体受け付けないんですけど、ただあんまりその聞かないというかやらないというかそんな感じなんで、今はもうトレンドじゃないんじゃないですかね。まあまあそのまま乗ってみれば平気なんじゃないですか。まあもうもちろん今頃乗ってるでしょうけどね、半年ぐらいギャップがあるわけですから、はい、まあいいやこれでってなってんじゃないですか、はい。
4月にセローで事故に遭い、フレーム修正などされて、この間戻ってきました。そこで高速に乗ってみると、あら不思議。今まで120キロあたりから振れ始めていたハンドルが、130、いや140出しても振れませんでした。150とか書くとセロリスト島田さんが発狂しそうなのでやめときます。かっこ一瞬ですよ、一瞬。もしかして、プロの修正屋さんって、本社工場より高い精度を出したりするんですか？ちなみに今回は、興味本位でやっただけで、普段は100キロ巡航です。セロの健康に良くないですからね。できてますね。MKMK さん、ハンドルが触れるのはフレームよりもホイールバランスの影響が大きい印象です。スポークホイールを組み直したことでバランスが取れたんじゃないでしょうか。私の経験では、キャストホイールのバランスをむちゃくちゃにされたとき、100キロ近辺でもハンドルが触れたりする症状がありました。バランスを取り直したところを収束したので、バランス取りの大切さを実感した次第です。できてますね。はい。まあ、フロントを事故してるんで、フロントのホイールの組み直しもあったんでしょうからね。フォーク曲がるぐらいだったら。というので、まあ、MKMK さん回答くれてますけども、まあまんまこのままかなと思うんですけど、フレームってね、もともと、まあ、フレーム修正屋さん曰くですよ。フレーム修正屋さん曰く、だいたいその10ミリ程度の誤差が許容されてるっぽいです。だから工場で作った時に、個体差があるんですよね。だいたいそれぐらいの。多分ですけど、溶接した時に歪んだりするんだと思いますよ、熱で。それが全部均等にはならないんで、10ミリまでだったら OK! みたいな、乗っても分かんないからみたいな感じで許容されてるんじゃないかと思うんですけど、そういう誤差って、でまあ、その問題ない範囲、例えばトマトの、ホール缶の中にバッタの足は7本まで OK とかそういう基準ってあるんですけど、そういうものだと思います。ただフレーム修正屋さんは逆にそのメーカーが、指示している、ここの寸法いくつっていうその基準値に合わせるんですよ。一個一個そこに時間をかけれるんで合わせれるんですよ。別に技術的に高い低いの話ではなくて、基準ここだったらここに合わせればいいんじゃねっていう形で合わせてくるだけなので、そうすると確かに、基準としては、純正より精度が出るという発想もあります。ただ、一度曲がったものを直してるというのも忘れてはいけないっていうのとですね。そして、人間がバラして組むとね、どうしてもね、良くなるんですよ。工場で組むときって、もちろん工場も機械で組む部分もあれば人間が組む部分もあるんですけど、製造のその、やっぱりコストを下げるために、結構その、じゃあネジを締めるのもインパクトネジでバン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 締めてったりするわけですよ。ただそのバイクにお金を単体で何かの修理で払うっていう時には、分解して組む時って全部トルクレンチで組むじゃないですか。そうすると、標準純正よりその精度が出ちゃって、エンジンとかなんて大体分解して組み直すと最高速が上がったりするんですよ。なのでこれは不思議な現象ではないですね。はい、原因がどこだったのかはその個体個体で違うでしょうけど、あるあるな現象ではあるということも、確かなので、よく聞く話でございます。はい、聞くってか修理すればなるんですよ。はい、なんか直したら最高速上がったんですけど、なんでですかって昔よく問い合わせを受けましたよ。最高速を出す人がいたので、いっぱい。はい、さあ、というわけで Q&A コーナーいかがだったでしょうか。なんか全体的になんとなく通常運転の感じの質問が多くて、通常運転の回答した感じで、通常運転で終わって、なんとなく良かったのかこれでって不安になってるんですけど、本来これが正しい姿なのかなと思いながらも、今日はこの辺でお別れですね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。